さあ、ショーコレです。本日は、シルバーウィークもラスト日、第5夜、5連休の最後でございます。皆様ご自宅に着いておりますでしょうか。僕がですね、5日間、僕を知っていただこうということで、何本か動画を撮っているんですけれども、その中でネタが尽きた頃にですね、このシルバーウィーク中に、コメント並びにそのリクエストという形でいただいておりますので、ネタができてよかったなっていうのが僕の内心でございます。これを俺、いつも思うんですけど、下にさ、コメントいただいたよっていうその証拠じゃないですけど、いただいた方出してるんですけど、あれって良くないのかな、出してほしくないのかな、ちょっとわかんないんで、ちょっと今回は出さずに、ちょっとお名前がフルネームだったので、今回ちょっと出しませんが、久保田さんという方、車の紹介動画お願いします。そして、いつもコメントくださってね、仲良くさせてもらってるスペードさんっていう方に、車や帽子が見たいですというふうにお声をいただきましたので、ネタをありがとうということで、車のご紹介を撮りたいんですけど、車の紹介どうすればいいの？今ね、ここにね、あのミニの、あのなんか最初にもらった本があるんです。本というか車検証とか入ってるやつ。例えば車種名ミニではなくて BMW です。そして、車両重量 1390kg、幅 179、 高さ155、これ紹介動画排気量 1.59L、 長さ 412cm、 こういうことですか？違うよね。ただまあ、ご参考にしていただきたい、こととしましては、この子はですね、3年落ちで買っております。なので、2012年製のお品物でございます。型番 DBA-ZC16 となっております。もう紹介って言ったらそれぐらいなんですけど、でミニのいいところっていうのは、年式が変わっても、例えばライトが LED になったりとかね、あのもっとすごいライトありますよね、 HID みたいな。僕のは HID と LED ついてますけど、なんだろう、そこまでの大きなカスタマイズをしないんですよ。フルモデルチェンジっていう言葉がありますけど、そういったものをしない車なので、例えば10年落ちの車と並んでもフォルムは一緒だし、そういった意味では外装をこだわる必要がないのかな。例えば、ホンダオデッセイだったらすごい、ローダウンな車だったのが、今エリシオンと合体しちゃってちょっと大きくなってますよね。だけどなんかそれってもう見ただけで古い新しいってわかるじゃないですか。だけどミニっていうのはフォルム変わらないから、そういった意味ではいいかなと思います。カスタマイズするところがないので、車の紹介というお話なんですけれども、ちょっと細かい話になってもいいですか？申し訳ないね。そしてちょっとカメラを移動しますよ。でこれが僕の今の運転の視線ですが、この子ね、これ鍵なんですよ。これがこの向きでしか入らない。見えるかな、ここね、ここに鍵をこうやって刺すんですけど、これがこっちでも入って、なおかつこの裏面でも入ってくれれば言うことない。たまに暗闇だとどっちか分かんないんですよ、っていうのが1点。であと僕はこれ今ナビ閉まってる状態なんですけど、まあここ今まで いじったことありません。隠れるしね。で今鍵刺しますけど、さあ今鍵を刺しまして、いろいろもろもろつきましたね。15年9月22日シルバーウィークの証拠ですよ。9時49分ね。でこれ今ナビ閉まってる状態です。一回開けますよ。さあこういった形でつくんですけど、今僕はあえて今自分で押してこの子のパネルを上げましたけれども、通常はですね、エンジンを切りますとこうやって下がっていきますという形でね。これがね、ちょっといつか壊れんじゃないかなって若干の不安があります。僕これ今シートが、多分ね、車を買い替えようのどっかで言ってると思うんですけど、シートがね、これシートだと思ってください。もちろんこの動きはするんですけど、下のこのところがこう動く感じなんですよ。わかるかな、言ってる意味。僕は今この状態です。一番下なんですよ。それなんでかって言ったら、ここの高さを開けたかったんです。これはもう僕の経験した話でしかないんであれですけど、僕はワンボックスからこの
コンパクト SUV といいますか、 SUV に変えた中で、なんだろう、こうなりたくなかったんです。心が狭くなりたくなくて、これ今一番下げてるんですけど、上がってんの分かっかな、上がってるの分かります？カメラ今固定してるから若干上がってるの分かると思うんですけど、これね、今これがこうなったの分かるかな、これ多分分かりやすいんじゃない？あのね、ミニのクロスオーバーとすれ違うことがよくあります。だけどみんな視線こんなです。なんでかって言ったら、前のそのこの車のフォルムじゃないですけど、この子の先端がこれだと見えます、はっきり。なんですけど僕はここの圧迫感が嫌で、で前が見えた方が、その前って、そのちょっと分かんないかな、これ今僕の視線です。この前ってこれね、この子のフォルム、これを見えなきゃ安全運転ができないよねっていう思考のもとだと思います。車幅が分かんないとかね。だからこれだと僕非常に運転 しづらい。例えば初めて車乗りますとかっていう人だったら前の感覚分かった方がいいと思うんですけど、僕はエリシオンっていう3列シートのワンボックスに乗っていた身なので、この子の車幅、全長です、後ろも前も、短くなってるんですよ。あ、これが僕のいつもの前ポジションです。全然違うでしょ。でこれだと前が全然見えないんですよ。先ほどの視線、僕のこれ今 目の目線です。わかるかな、多分さっきこれぐらいだったでしょ。だけどこうなるんですよ。僕はここで今前は見えないんですけど、エリシオンの感覚で乗っていれば、さほど怖いことはない。むしろエリシオンの幅で走っていれば、エリシオンの感覚で走っていれば危険なことはない。で例えば U ターンの場所とか、小回りここ曲がれるかなとかっていう時はこうしますそうすると見えるんで、で意外に小回り効くしっていうことぐらいですか。したいでしたね疲れた頃が狙い目だと。というのも、近くにおばあちゃん犬がいて、そっちによく通ってたんですよ。リードを自分で外すのを覚えた時は。ああ、ご苦労様ですって。そう、今日も元気ですか。今日も元気です。